出張しゃべくり30。さあ前回に続き OB のお三方にお越しいただきました、はい、お願いします。馬場健二さん、井上雄大さん、森島康人さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ今回はトリニータの思い出などいろいろと聞いていきたいと思います。まず最初のテーマはこちらです。トリニータでの思い出、印象に残っていること、まあ、それぞれあるかと思います。ぜひ一つずつ、まずはじゃあ馬場さんから。思い出、はい、やっぱり J1 昇格したことですかね。なんか試合終わってもまだ決まってなかったので、はい、あの時は忘れられないですね、はい、あの時だってキャプテンだから。そうですよ、もう我慢するんだね。ちゃんと覚えてる、うん、いや覚えてるよ。もうすごく献身的にね、もうチームのために汗かいてた選手だったから。12ゴールでチーム得点王でしたから、うん、すげえ。神なみなみかすどうでした片野坂監督は当時。いやなんかすごいっすよね。なんか練習でやってることが試合で出るっていうのが、うん、なんかこう日に日にこう魅了されていくっていうか、でなんか熱すぎるというか、普段温厚、あの静かっていうか物静かなんですけど、ピッチャー行ったらね、選手のように、確かにね、ベンチ前でね、声も大きいし、あの選手とのコミュニケーションとか監督してました。馬場選手の時はね、キャプテンだったから、そうですね、まあこう気さくに話してくれますし、中田さんの誕生日の時は、まあ、当時前田涼介とかがいて、はい、なんか水かけ行って2人で取っ組み合いしてみたいな、とか結構選手の雰囲気見てこういろんなことしてくれる監督でしたね。うん、雰囲気は良かったんでしょうね。じゃあその良かったと思います、はい、では井上さん、はい、続いてトリニータでの思い出思い出、そうですね、自分そんなこうトリニータでこうなんかこう成し遂げたみたいなのないんですけど、まあ、強いて言うなら、試合中ここで骨折したんですよ。試合中に田坂さんの時ですかね、確か。その時試合中タックル受けて骨折して、そこから1年ぐらいこうリハビリ生活になったんですけど、結局オペも2回したんで、だからそれは結構、まあ、自分の中でもあのまあ、いい見直す時間になったというか、まあ、今となっては、まあ、あってよかったなっていう、まあ、出来事なんですけど。でもそういう時のメンタルの保ち方って、いやでも、いやでもきつかったですね、正直。でも本当大輝さんとか結構こう上の方がこう声かけてくれたりとか、道連れてってくれたりとか、本当そういうのはこうやってくれてたんで、本当助かりました、はい。大輝さんは怖い存在ではなかった。いやもう相当仲良かったですね。確かにめっちゃ仲良かった。大輝さんは多分俺のこと多分好きだったんですいやこれ本当なんですよ。いやいやそんなことないよ確かに選手で一番近いの言うなって。いや多分本当だって2年目のあのギャラクシー行ったじゃないですか、アメリカのロス、あれももう指名で同部屋ですからね指名でいや逆指名ですもん。めっちゃ好きじゃないですか。井上、井上、お前俺と一緒の部屋なまあそれだけ仲が良かったっていうことですよね。仲が良かったっていうか、先輩と思ってなかったじゃないかなどうでしょうその辺は。いやもうなんていうんですかね、先輩でこう尊敬してるんで、はい、一瞬回ったらそうなっちゃいましたよね一瞬もういいんじゃねえかっていう、もうもはやもはやもはや言うな、本当大輝さん仲いいってイメージあるわ。はい、結構やっぱ、でも本当ご飯とかこう、それこそ実際ファンボさんのが監督の時とか、前半26分で1回変わったことあるんですよ、いやマジで待って、やっぱ落ち込むんですよ前半に変えられて、もう相当なんで、そしたらもう大輝さん速攻言うだよ、飯食う、その時マジ優しい先輩です。言ってもらったことないんけど俺大輝さんいやまあ選ぶ権利ありますよ。まあまあそうあれか選ぶ権利あるんで愛と無知をデカは自分でもね考えてやりなさいと、もう突き放して、デカなら這い上がれる。でも雄大の時はまだ若かったし、あのタイミングで雄大が悪くないのに、こっちから見ても雄大なんで変えるんだろうっていう感じで変えられちゃったから、これはちょっとメンタルやられるなっていう気持ちだったんで、
まあ、じゃあご飯行こうかっていう感じだったけど、デカに関してはお前はもう自分で反省して自分でちゃんと立ち上がっていかないね。そうですね、うん、ね、大樹さんにちゃんと連絡したらご飯行きませんかって僕から提示しますよね、うん、いつも。そう、はい、そういうのが大事だ。すいません、はい、謝ってばっかりですね、なんかね森島さんはトリニータでの思い出。やっぱ僕はナビスコカップっすね。うーん、物語は僕もなんか2008年に途中で来たんですが、やっぱりなんかいきなりね、僕自身でどん底だったのにいきなり優勝したりとかしたんで、あの国立の雰囲気は、まあその出た出なかったとかじゃないんですけど、やっぱあの雰囲気は一生忘れられないですね。多分大樹さん天気見たと思うんですけど、あの時のあの大樹さんが天気見てみんなであのコーナーで喜んでて、テレビカメラみんな踏んでるっていう事実あったじゃないですか。そうなの。そうなんですよ。俺みんな踏んでたんですよ。運動。大友さんとかが。運動。はい。え、リュウダベンチおったんじゃない。いや、俺上から見てます。上から、あ、はい、ごめん。いや、別に。いやいや、別にそこ気づかねえやけど。もうごめんちゃって。さあ、思い出を伺ったところで、大樹さん、そろそろ、ね、もうちょっとあのお話に行きましょう。はい、まあ、やっぱり視聴者がね、うん、聞きたいって言ったら、やっぱりお金の話だと思うのよ。まあ、プロのサッカー選手目指してる子供たちもたくさんいますから、うん、夢を与えないといけないんでね、はい、まあ最高月収、まあ、年収でもいいですし、まあ、例えて、うん、ね、まあ、高級車とかでもいいし、なんかね、え、先生言ってくれるんですよね、まず。何、俺も言ったから前あ、言ったんですか。あ、もう言った。あの、だから、え、いくらやったんですか。それはもう見てくれ。大樹さん言いましたっけ。言ってなかったっけ。いや、言ってないですね。あ、本当ですか。例えて言ってくださいよ。例えてもいいですよ。ピー入れればいいんで。いやだからあ、外車、外国車というか車が買える、いい車が買えるぐらい。いやいや、月収はね。あ、月収、うん、月収、うん、月収、いや月収、え、いい車、そんなことないでしょ。どこのあれですか。いや、それはもうあの メーカーというか、メーカーと、まあ、ヨーロッパのね、ヨーロッパ系のね。おお、え、月収で、月収で。あ、すごいっすね。え、ああ、ちょっと待って、まあ、はい、で、はい、次、じゃあ、はい、あの、じゃあ一番、じゃあもう一番高い買い物とかでもいいわ。一番高い買い物、ね、一番高い買い物、何やろ、住民税だから買い物じゃねえし、マジで義務や、それ、義務大臣いつも言うじゃないですか、税金がちゃ高いって言うじゃないですか。これ一番高い買い物でいいんじゃない、やっぱり一番高い買い物、うん、一括で、一括キャッシュで、キャッシュ一括で。いや、キャッシュキャッシュは時計ですね。時計、どれぐらいのお値段は。それは70万ぐらい。おー、それ自分のご褒美に。そうです、湘南ベルマーレで昇格初めて人生した時に買いましたね。いや、はい、結構いるよね、選手ね、モチベーションになったりとか、記念で買ったりとか。もうお前外からうるさいのよ。ラングビューアーのさ、なんかあったやん。デカに行こうか。はい、すげー、じゃあ、はい、森島さん、振られたら喋らんのか。車す、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 車す。おいくらぐらいの。多分1200万ぐらいですね。お、はい、夢あるね。夢ありますね。はい、買いました。その買った後に後悔しました。まあでも大体追い込んでね。そう、そうなんですよ。そういうとこもあるんだよ。そうなんですよ。自分でね、追い込んで。大工さんに憧れて買ったんですよ、僕も。いや、そういうのがいらないの。そうなんですよ。ね、はい、では井上さん。いや、僕も時計ですね、そう考えると。時計ですね。おいくらぐらいの。80ぐらいかな、多分。お、はい、やっぱりみんな時計車が多いのかな。ライトニング好きやった、ね、車好きも多いもんね、選手ね、サッカー選手多いですね。時計もね。では最後にサポーターの皆さんにぜひ一言ずつメッセージお願いします。はい、本日ありがとうございました。大分トリニータが J1 に戻れるように、僕も、ちょっと大分にはいないですけど、しっかり皆さんと一緒に応援できるように頑張るので、皆さん大分トリニータをよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて井上さん、今日はありがとうございました。まあ、自分は大分にいるんで、しっかり、まあ、大分に育てられた身としてしっかりか、何かしら還元できるように頑張っていきますんで、トリニータ応援します。
ありがとうございます。さあそれではラスト、森島さん。僕もまあスクールでフォワードの活動してるんですけど、そこにあの排出できるように、あの大分に、トリニータにあの排出できるように頑張るんで、よろしくお願いします。今回のしゃべくり13ゲストは馬場健二さん、井上雄大さん、森島康人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。